西坂公園ですね。はい、ここで、まあ、かつて26人の宣教師が処刑された場所らしいんですよね。あ、これはどうなんと処刑された方なのかな。ねえ、ちょっとわかんないな。よいしょ。キリシタンの祈りって。あ、こうなってんだ。これ、開いてんのか？記念公園。開いて。あ、なんかこうあるんだね。あ、ここか。あ、開いてる開いてる。どうしよう。あ、すごい。ちょっと行ってみましょうか。ね、行ってみましょうか。日本26成人記念館。でも長崎やっぱ坂が多いですね。やっぱあれですね、電動自動車はね、電動自転車は必要ですね。はい、ということで、ね、長崎駅前に帰ってきました。ね、いろいろ行きましたね。いろいろ行きましたよ。ね、結構充実しました。ね、まあ、あそこには行きたかったんですけどね、ちょっと今日はロープウェイが、ね、休止で行けませんでしたが、ね、また来たいと思います。あれ、なんだこれ、フランダースの犬か。これ何、フランダースじゃねえかな。少女と盲導犬の像だって。なるほど。なんかすごい古そうな電話ボックス。もうこういうのもなくなっちゃいますもんね。あ、横須賀でちょこっと見たけど、こういうの。ね、長崎の駅前こんな感じですね。なんかこのアーチのアーケードは金沢城のさ、あれみたいだね。ね。あ、金沢じゃ、金沢駅の前の。ね、駅前とかおしゃれで結構ナウい感じですね。なんかこうブティックみたいな。ね、なんかおしゃれな駅ですわ。ね。アミュープラザ、長崎ですね。よし。すごい、なかなか綺麗じゃないですか。あそこの、ね、山行きたかったんですよね。今日は行けないですね。ロープウェイがお休みです。隣のすごい、何あれ、ウルトラ警備隊みたいな建物ですよ。すごいね。これはデジバメッセだって、ね、幕張メッセみたいな。でこれは長崎駅、すごいよこれね。旭川の駅とかさ似てるね。すごい。長崎、ね、長崎です。よし、今日はここですね。ここに長崎って押してもらいます。でかい駅ですね。よし、じゃあこれより、長崎から佐賀方面に向かいます、ね、長崎、ありがとうございました。また来ます。よし、行きましょう。なんか良さげじゃないですか、トイレがね。えほら、こんな感じですよ。これ一番普通ワンマン12時34分、突水キットのこれですね。これに乗ります。
ね、結構な長旅です、ね、はい、3時間以上かかるかな、3、4時間、はい、うわ風が気持ちいい、うわ長崎いいね、風が気持ちいいね、お、いいですよ、ね、さよなら長崎、さよなら、さよなら、さよなら、もう救助は白くの愛したのは確かに君だけ、このままの君だけ、よし、これだ、さあ、これに乗って鳥栖に向かいます。鳥栖は佐賀県かな、佐賀県の鳥栖に行きます。ご搭乗に伴いまして本日12時16分博多行きの特急列車につきましては、その日程を開けてよろしくお願いします。この列車につきましても乗らますね、乗らわこれやるよ、またトラブルが起きました、先でね遮断機が壊れたんで、ちょっとどこの駅か分かんないですか、でこれ一旦ね戻ります、伊勢早やってたかな、これまで戻って、佐世保経由で行きます。またこれ、またトラブルです、まあ、これはしょうがないです ね、これなんていう、ゆえっていう駅か、ちょっとね遮断機が壊れたみたいです。ああ参りましたね、ああ参りましたね、本当にね、一旦失敗します。この駅すごいね、今開発してるみたい、うん、なんかすげえんだけど、またなんかガランとただ広い、うん、なんだ、あ、向こうなんか島原鉄道っていう別の私鉄がありますね、あ、一回乗ったことあるわ、島原城行くときにこれ乗ったんですよ、島原鉄道って、これだ島原鉄道ね、っか、いや、こっちやし、そうですね、別に特に見るもんなし、こっち行くか、そうですね、まあ、なんとか長崎は超えたいですね、本数が少ない、本数が、うん、とりあえずは待機場で待ってます、ちょっとどうなるか分かんないですけどね、よし、とりあえずちょっとコンビニ行くかな、うん、ちょっと涼しみましょうか、こんな感じ。